私こそが君臨する絶望、私こそが君臨する絶望。こんにちは、今日はエイラビショップに対しての勝率が 100% を超えるまあ、ヴァンパイアのデッキを紹介していくんやけども、まあ復讐とエイラがナーフされたことによって、まあ復讐ヴァンパイアがいなくなると思いきや、まあちょっと軸を変えたヴァンパイアというものが今流行っていると、進化ヴァンパイアって言うんやけども、まあもちろんのことね、ナーフされたセクシーヴァンパイア入ってないんやけども、やっぱりアザゼルが強いので、この復讐のアザゼルとか、破滅のサキパス、それからデビルアイドルトリル、まあこれも、まあそれから悪逆の公爵ユリウス、この辺のカードが強いので、まあまだまだ復讐ヴァンパイア戦えると。ただまあ復讐軸なんやけども、進化軸でもある。まあ今の環境結構ゼウスが3枚積みっていうデッキは結構多いからね、オリビエとゼウスのこのコンビネーションというのはなかなかよく見る展開ではあると。で、カラミティブリンガーが入ってることによって、まあ復讐状態であれば確定除去しながら、まあ74のスタッツが出せるので、今の環境にもめっこう刺さると。で、まあ今の環境エンジェルシュートもね、結構採用率高いよね。まあ1枚だけピン出しされてるんやけども、まあ面白いのがライカンベルセルク。まあ今まで復讐ヴァンパイアのセクシーヴァンパイアで復讐になってきたんやけども、このライカンベルセルクをまあ採用するというのも最近流行っていると。で、ビーラが入っている理由っていうのは、まあオリビエをね、終盤出しつつ、ビーラ進化することによって、まあ相手のね、例えば機械バンプのリーサルの計算をちょっと外したり、まあビーラの進化というのはね、まあ序盤の高校4ターン目でもうざいけど、オリビエからのビーラ進化もね、なかなかちょっと小賢しいからね、お互い進化権が終盤8ターン目とかなくなってくる中で、ビーラ進化を使われるのはなかなかね、突破しづらいからね、はい、まあちょっと生まれ変わったね、まあヴァンパイア好きな人結構多いと思うので、今日はね、ヴァンパイアのデッキをちょっと遊んでいきたいなと思います。勝ちました。ちょっと AE ランクとかいう小賢しいクラスのやつに負けたらシャドーバース引退するレベルやぞ。我は金玉を舐めたいんだ。はい、消えてもらう。もう絶対来ると思ったわ絶対来ると思ったわ。まあオリビエがなひっついてるからまあいいけどな、最近ほんま手札事故が多すぎてね、頭の脳みそが破裂しそうになるんすわ。なんで4コス以上しか後半やの、全部入れ替えておきながらで、相手は理想中の、もうだからそういうことすんのやめてくれへんかな。おかしいよ、やってることが先から。どういう神経してるんだシャキ。これはチェキババビショップやね。まあなんか前私紹介してできないけど、サンクス来いよ。もうふざけるんじゃないよ。どんなんはまえおじおれおいお。ユニコーンナイト、ユニコーンナイトのスタッツはアザゼルで取れない。ど、あ、悪夢はいいね。まあいいけど、ライカン焦るな。ここで焦ったら紳士としての務めがなくなるじゃないか。こういう手札が事故ってる時にこそ勝つのが正義の定めだろ。もうなんでエイラ入ってんの。叶えるためにいいことするなよね。もうだが諦めない。諦めるという2文字は私にはない。だがこれ4-6で取れない。どうしてくれるんだシャキ。フニカルで相打ち、いや弱いな。ライカンベルセルクで復讐持っていくのも弱い。もう小賢しすぎるんですよね。どうするんだこれ。ブームーム。まああれはナザゼルしかないか、あまりよろしくないけどな。奈落をむさぶる覚悟を決める。だが復讐状態になることによってもう一枚のアザゼが生きてくるから拒むな。まあ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 、でもこの程度でね、諦めるという2文字を選択するのはさすがに紳士のやることではないよね。ただこのアーマンダバードが生まれるのはなかなか強いね。どの手でお祈りするんだっけ。祈りてこれ以上並べられるときつい。奈落を貪る覚悟を決めろ。ただこれ取れねえしさ、どうしてくれるんだシャキ。まずは言ってんね。奈落を貪る覚悟を決めろ。もうこれで相打ちして、相手のカードをなんとか処理するしかないよね。やめろやめろやめろよ。もう
ちょ待ってよ、さすがにふざけすぎじゃねえこれ。大丈夫これ。あいきっしょい、カード出してくんな。だ強い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 、それ以上カードを出すんじゃない。小座え、プレミしてるやんこいつ、大丈夫か。あまりにも相手が優勢すぎてプレミしてんじゃん。ドカドカなるぜ。進化するメリットもあまりないのによ。進化するメリットもないのに進化しやがって、舐め腐ったプレイングをしやがってよ。我は軍神雷鳴の化身。まだだ、まだ私は諦めるわけにはいかないんだ。渇望の吐息、止まりはしない。私こそが君臨すべき絶望の姿。まずは1点目。僕ね、やっちゃうよ。まずは1点目。ただリーサラ多分次のターンないよね、 100% 失踪カードがないから。ここから挽回したらプロなんやけどな。ゼウスまで耐えることができれば全然ワンチャンあるよね。処理するのはありがたい。あ、悠長なことしてきて、ガーズが死んだ。とりあえず盤面さえ取れば問題ないから、この程度の盤面、私に返せない盤面ではない。オリベーマちゃん溜まってるし、オッケー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 、甘えるなよ。私に勝てるとその思い込み自体の根底を覆してやるからよ。まずは1点目。じゃあ待てよ、ここは勝物吐息ユリウスも強そうやね。ただ進化を見るんやったらヤブンハールから来た方が賢いか、その方が強そうやね。なので3回なんでそれ取れるからね。我は軍神雷鳴の化身。我は軍神雷鳴の化身ね。これ何が強いかというと、これあえてリーサルがね取れないよね、永遠に。絶望にひれ伏すがよい。でオリベの効果も今ので一気に上がったしね。体力1から巻き返す、それこそが紳士の務めだ。ゼウスで回復してしまえば問題ない。あ、悠長やな。なんか最近レフィーエっていうカード入れてる人少ないよね。まあ、ここは3人で処理かな、もしくはヘクターでまあ取るっていう可能性があるんやけど、ヘクターで取れば、破滅のサキパス終わることは見えない。破滅のサキパスをしっかり見据えてるね。おかしいことするなよな。オーマイガン、ガンコちゃん、続けて続けて、ガンコちゃん、岩を砕いて恐竜になろうよ。ばっこり。これ体力1やけど結局リーサル仕留めきれないよな 100%。 相手は盤面で1体でも残れば勝ちっていうもんなんやけど、体力1まで追い詰めてこの小賢しさ。しかもこっち手札事故で4ターン目まで何も動いてないからね、結局のところ。まあ白夢の始まりは打ったけど、だからこっから厳しい展開が続きそうやね。最後の進化系クルトという最強のカードに絞りかけていく、まるで牛乳の玉金を絞るような感覚。なんとかなんとかな、どうにかこうにか。しいね。ただリーサルが永久的に相手取れないよな。でオリビエが4回なので4個で出せると。なのでメデューサプラスの効果もいけると。破滅のサキバスは出せないから、渇望の体止まりはしない。ゼウスを出すのも弱い。でも4で出すんやったらどうなんやろな。4で出して5、こいつ取れへんやん。っていうか破滅プラスユリウスを捨てるしかないな、これ。それしか択はないな。まあまあまあ焦る必要はない。渇望の吐息、止まりはしない。私こそが君臨すべき絶望の姿。これやっぱバンプ強いな。これで死後も生まれるから、相手は破滅の先と、いやーこれでさらにリーサルが遠のいたな。ただヘクター一発出されるとちょっと、ま、戦況はねうざいことになるんやけど、ヘクターがいなければ相手はちょっと苦しい点かなっていうか悔しいね。あ、これザブングルの、浜田やったっけみたいな感じで悔しいですみたいなね、そんな感じになってるんじゃないかな。1まで追い詰めて勝ったと思いきや、なんという粘りの強さや。なんで私は復讐バンパイア、エンジェルシュート入れても面白いね。だがドローさせることによって貴様地獄を、まあイージスとかね出せてればまだワンチャンあったかもしれないな。だからここからイージス持ってくるのはちょっときついんじゃないか。ここからだ、ここからが私の世界に入る。ここから行くぞ、私の世界を見せてやる。オリベーノが3個して出せるからな。ピーラは小賢しいな。いいよいいよ、思考心ゼウスも5回だがまだ決めるには早すぎる。面白いことをいっぱいしようじゃないか。ここが果てだ、
誰が決めた2個すんなら、3個すんなら8でしょ。90やから行こうか。ここが果て、誰が決めた、よろめき、ひしめき、あんたを食らうミスター。まずは1点ね。エイラの効果を存分に発揮してないじゃないか。さあここでメジシアナが加わることによって相手はさらなる地獄を見ることになるから、ビーラも展開していくよ。次ゼウス行こうかな。もし余裕があるならばもうゼウスで多分失踪で決まる。でもし失踪が出なかったとしても回復さえ引ければね、まあ相手はまあきついことになるから、結局ゼウスで勝ちかな。モリベとかメデューサに伸ばす必要もないし、まあビーラもねやっぱ今強いよね。はいはいはい、もう何しようか無駄ね。あーそのいやーでもやっぱオリベとかやっぱり可愛い。だから3骨合合で出しつつ進化権付与とかも、まあでもめちゃくちゃ強いよねオリベに関しては。うん、もう無理なんだよ、貴様はもう負けているんだよ、私のこの思考神ゼウスの前では。争いを止める、クルトか、いやクルトじゃないな。お決して屈しない、終わりにしようじゃない。私こそはもう進化はねもうなんかえぐいぐらい使えるんやけど、まあここはさすがにゼウスで終わりでしょ。だから私ゼウスあんま信用できひんねんけどな。まあでもさすがにまあ今しかないと思うんで、まあ出すけども、まあ勝ちでしょうね。我は金玉、俺の乳首を舐めろ。あいお待てよ、まあ、まあでもまあ相手は どうせまあこれでも顔でいこうかな。だこの最後1点届かない点もね、なんか自分らしいな。毎回リーストリック行かないんですわ。まあ世の常やと思ってるんで、はいはいはい、君のボディを舐めるか。ただメデューサは加わったことに相手は気づいていないな。終わりにしようじゃないか。全ての実現にその全ての終止符を打とうではないか。生き返るわ。いやマジか、あのライフ1の状況からよう持ちこたえたな。だから多分エイラビショップに対してはこの進化ヴァンパイアっていうのは強いね。いやあんだけ手札事故ってて、序盤もっと手札がよろしければ、まあ、もっと強く立ち回れてたやろうしね。まあそれだけ強す、いやなんか面白いね。オリビエからウィーラとかで終盤耐えることもできるだろうし、非常になんか使ってて楽しいデッキやね。最後バッチリ全部決めか、俺の金玉は舐めろ。だから攻撃させろやブスがよ。なんで毎回さリタイアさせてゼウス攻撃できひんの、おかしいだろこいつマジでよ。脳みそが脳みそウニかよ。